んだけど、でもそういう時にポンってやると200から出かけてるんで、わざわざですね。店の方をデザインしてもらったりしてるし、アートとか音楽にもすごい精通してて、サカナクションの山口一郎さんとか仲が良かったりとかして、一緒にライブとか行かせてもらったりとかして、常に興味の対象が新しくて、なんか止まらない人ですね。よいしょ、すいません、ちょっと続きまして、はい、これちょうどできた時がリーマンショックの後だったので、やばいタイミングで作ったんですよ。でも俺終わったなと思って。本当ですか？うん、なんだけどね、蓋を開けると何個か仕事なくなったんだけど、その倍ぐらい入ってきて、要はクライアントがここに来て気に入ってくれるの。なるほどね。で、あ、ワンダーホールさんとこうやって働いてんだとか、こういうふうなことを見てんだとかって、なんかね、すごい仕事が決まる率が増えた。ムサビの、あの、はい、教授になられたじゃないですか、はい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 、今度生徒さんたちにお伝えすることもそうだし、うん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 、すごい、いろいろ整理されますよね、頭の中でね。そうです。教えるってことは自分がまず勉強しないといけないし、自分の考え方を整理しないといけないので、なんかクリアになりますね。そうですよね、うん、まあ、運命に身を任せるのがいいかなと思って。いや、素晴らしいです、うん、素晴らしいです。まあ、でも得るものもあるし、やっぱりね、やって自分やる必要ないなと思えばやめればよかったので、まあ、なんだかんだでも10年ですから。そうですよね、うん、ただ授業をするだけじゃなくて、エンターテインメントになってるじゃないですか。そうですね、その、うん、ゲストを呼んだりとか、こう、まあ、それが、ね、パッケージされて本になったりとか、うん、なんかそういうアイデアがもうただじゃ済まさないっていうか、うん、やるって決めてプラン立ててやったら、うん、ちゃんと周りを巻き込むじゃないですか。結構巻き込みますね、いろんなこう、うん、アーティストとかファッションの方面の方々たちにまあちゃんとお願いして、それをやり遂げていくっていうのが素晴らしいなっていつも思ってます、うん、あの、なんかあのちょっと無理めなハードルを設定した方が楽しいじゃないですか。だからあの毎回苦労してるんですけどね、うん、ファッションもそうだけど、はい、その、美容っていうか、うんうん、そっちにすごくファッションとか、うんうん、そのカルチャーを感じてた時代じゃないですか。そうですね、うん、だから僕は岡山県だけど、はい、岡山県に一番おしゃれな美容院、わざわざ田舎の方から出かけてって、うんうんうん、で、その美容師の方に聞いてもらいながら、うん、音楽の話したりとか、うんうんうん、ファッションの話したりとか、うんうんうん、それすごい覚えてて。そうですね、うん、そんな感じですよね。いや、そうだと思います。勉強で頑張るよりはもっと自分が好きなことで頑張りたいなと思ってたんですけど、うんうん、まあそれがファッション分野っていうか、うん、その中の一部がヘアだったんですけど、そうですよね、うん、やっぱり僕その田舎にスタイリストとかデザイナーとかいなかったんですよ、まあ、当たり前なんですけど、うん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 、で誰に聞いてどういう道順でそこにたどり着くんだろうってすごい思ってたんですけど、うん、あ、でもヘアメイクとかヘアだったら毎月切ってもらってるし、なるほど、あ、俺この仕事だったら絶対できると思ったんですよ。うん、うん、どんどんこれからもお店出していかれる感じですか？そうですね、慌てて作るっていう感じじゃなくて、やっぱり人の成長に合わせてっていう感じで、まあ、スタッフの成長ですよね、そしたらおのずとこう席がなくなってくるんで、そういう感じでお店は大きくしてますけど、なるべくこうスタッフの子には伸び伸びしてほしいし、ベストの技術を出してほしいんですよ、その子たちが。だからコンディションがいい状態に持っていくのって、あの程よい緊張感もあるんですけど、はいはい、やっぱりリラックスしてる状態の方が、うんうんうん、自分らしさって多分出せると思うんですね。なるほどね。だからそういうふうにこうサロンワークの中では、うん、強く当たらないようにしたりとかはしてますね、うんうん、まとめるのすごい難しくないですか？いや、まとまってないですね。あ、そう
っぱり一人一人の個性を大事にしたいし、やっぱりこうみんな違うんで、もともとただ技術の統一とか、イズムの統一とか、そういうことはしてるんですけど、でもそれ将来的に独立をしていってほしいっていう気持ちがあるんですか？そう、いや、できればずっといてほしいですね。なるほどね。お店に、はい、僕なんかもそんな考え方ですけどね、なんかちょっと独立するためのあれじゃなくて、一緒になんかやってこようみたいな気持ちがある。そうですよね。でここにぐるーってアートをいろいろ展示して、で地下が、ワークスペース、あのスタッフの設計の子がいる。ここは設計のスタッフが働いてますね、もうコンピューターでパソコンでみんな書くんですけど、こんな風にしたいですって写真持ってくるわけですよ。いたりしたんですか？で、松永さんとかって割とそれ聞くんじゃないですか、聞くって聞いてあげるんじゃないですか、こんな風にしたいなと思って、で、僕もそういう風にしたいなと思って、でデザイナーって割とそういうことしないイメージがありまして、お客さんいらっしゃって、でどういう風にしたいんですかって聞くと、まず驚かれる。なるほどね。そういうこと聞いてくれるんだよね。あ、なるほど。で、いや、聞きますよとか、結局目指す方向を一緒にしないと、ずれていっちゃうから。そうですね。だからいろいろと、いや、ちょっとやりたいものの方向とか教えてくださいとか、見せてくださいって言うと、やっぱ出てくるんですね。なるほどね。そうするとその人自身が見えてくるから、もちろん言われた通りするわけじゃないんだけど、あ、こういうことやりたいんですねって言って、僕が考えたものをお出しする。それが僕ね、あの、なんつうかな、いい美容院で学んだことですね。あ、なるほどね。で、思って以上になるじゃん。そうですね。そういうものを出してあげたいなって。なるほど。素晴らしい、エレベーター最初ね、つけんとこうかって言ってたけど、つけといてよかったと思ってやっぱりないと死ぬこれ本当にそう、だからすごいあれですよ、素晴らしい、結構いいよ、あの明治神宮が、そこ明治神宮なの、アパレルのオフィスとかそういうの結構多いですよね、この辺りね、多いですね、だからすごい気がいいってみんな言う、みんななんかいろんなものに影響を受けたいんだなっていう、俺の中で影響を受けたいと思うし、で、その、まあ、ミュージシャンだったりとか、芸能の人もなんかアートにしてほしいとか、デザインの話を聞きたいって言うから、だからまあすごくあのウィンウィンな感じですね。そうですね。なんかそれはありますね。やっぱりこう自分の業界だけ見るから、やっぱり行き詰まっちゃうじゃないですか。確かに確かに。あんまり僕は同じ業界を見ないようにしてて。なるほど、なるほど。自分の人見てて。確かに確かにそうですね。確かに確かにそうですね。やっぱり僕も同業の友達もいますけど、やっぱりこうインスパイアされるのは意外とこう多業種の方だったりとかしますね。考え方はね、なんか全然違うから、そうなんだと思って。もう僕もワークスペースですね。いや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 、ここでデザインが生まれてきたんですね。すごい。三島由紀夫さんに。片山さんにどっちかったら、そういう、 こう方向になってますか、その音楽とかに関して言うと、レコードとかのさ時代に目覚めてるじゃない、そのカルチャーに。だから、実際はデータで聞いてるんだけど、なんかあの頃良かったなっていつも思いながら聞いてるのがあって、でレコードジャケットの中にファッションもあるし、そのミュージシャンのその生き方だったりとか、あとグラフィックデザインだったりとか、みんなカルチャーが詰まってたから、だから一番影響を受けたのは多分音楽からのファッションからのデザインだから、なんかそれが今データだとなかなか見えないじゃないですか。それが寂しいところですからね。なんかね、あっけなさすぎて手に入るのが、まあ手軽さはありますけどね。田舎だとさ、レコード持ってなかったりするから、そうですね、ちょっと待って出かけていって買うとか、そういうのが面白かったですけどね。確かに確かに、そうだな。だから今振って手に入るのもまあいいと思うけど、ある意味逆の意味でね。確かに、いい時代に生きたんだなと思いますけど、ね、そうですね。だから本当僕たちの時、もうまあアナログのレコードから始まって、で CD になって、で一瞬 MD があったりとかして、で今データじゃないですか。だからこういろんなこうね、側面でこう、ものを聞けたり見れたりしたんで面白かったですね。だからものがなくなっていくのはちょっと寂しいなと。まあでも時代だからね。本当ですね。これ一六みたい。ああそうですか。素晴らしい。さっき紅白出てギター弾いたやつ。素晴らしい。あ、分かる分かる。マジで。ニュージーランドの。すいません。ちょっとこう舐めると、あの喉とか。免疫やめるやつですね。ありがとうございます。すいません。
ありがとうございました。じゃあ、どうもです、どうもです。ありがとうございます。はい、そしたらさ、私のお客様なんですけど、兄貴的な存在で、やっぱアパレル業界のトップということで、いつもいろいろ教えてもらってます。すごい、マザランさんもそう思ってるかもしれないけど、結構ね、ジャンル違うけど似てるなっていうのは思いますし、ありがとうございます、いい意味でも悪い意味でもものすごいプラス思考だし、ね、周りをね、ハッピーにしようとしてるし、いい意味で悪い意味でも自信過剰だし、ね、自分大好きだし、でもそういう人がなんかね、あの世の中変えていくっていうか、はい、あるいは周りにハッピー与えていく人じゃないかなと思って、はい、自分もすごいそうだから、ありがとうございます。早い世界にいるじゃないですか、はい、流行りの、はい、あの例えばヘアとか化粧もそうだし、うん、ファッションもそうだし、うんうん、そうするとものすごくゆっくり流れる時間を欲しくなるんですね、うん、そうですね。だからね、オフの時なんかは、うんうん、それから一日の中でも朝ね、うん、松永さん早く散歩したりっていう、はいはい、割とスローに流れる時間みたいな、僕は海が大好きだから、うん、南の島行って、はい、ゴールデンサンセット見ながら横になって、うん、もうチルする時間がすごい欲しいんだけど、うん、そうですね、なかなかそれでしょっちゅうハワイ行ったりバリ行ったりできないから、うん、そうすると、まあ、自分の中でスローな時間を作るための瞑想っていうんですか、うん、あのそれをしてたりして、うん、今はもう慣れてるから1分間瞑想で、うん、そして呼吸をするとここにポーンとゴールデンサンセット出てくるんですよ、うん、あ、なるほどね。そうすると、うん、もうリラックスして、うんうん、どうしてもやっぱあのトップやってると、うんうん、ストレスも多いし、うん、まあバッカだといつもこいつもみたいに思う時もあるんだけどでもそういう時にポーンってやると、うん、まあ南の島でゴールデンサンセット見て酒飲んでチルしてるって感じになって、うん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 、まあ一回大したことじゃないかと、そうですね、いうふうに思えて、人に優しくなれるし、自分自身がいわゆるハッピーでいると周りもそうなるじゃないですか。そうですね、いや本当その時間はすごく大事ですね。そうですね、うん、素晴らしい。24時間はいビームスのこと考えてますよ。ですよね、うん、あのそれは松永さんも同じだと思うけど、はいはい、だけど別にそれをあの仕事のことで集中してるっていうよりも、はい、もちろん遊びとの境、うん、趣味との境っていうのはそんなになくて、うん、だからそれを仕事にしてることの幸せはすごくあるし、そうですね、うん、だから24時間考えてるけど、うん、じゃあ24時間すごく辛いんですねっていうようなことないよっていうのはすごくありますよね。一緒ですよね、だからね、だからいろんな人と会ったり遊んだりやらしてるのも、あのその時はじゃあビームスのことを忘れてるかっていうと、忘れて夢中になって遊んでるけども、どっかにはありますよね。でそれがうん、次のビームスのなんか形になったりとかっていう部分もあるんで、そうですね、うん、100人いれば100のビームスがあると思ってるんですね、うんうん、だうちのことをストリートだと思ってる人もいるし、アメカジだと思ってる人もいるし、割とモードだと思ってる人もいるし、いわゆるトラディショナルの、スーツだと思ってる人もいるし、いろんな顔を持ってて、でそこにいろんないわゆるスターがいて、でその人間が この指止まれって言うと、あ、俺好きっていうね、うんうん、それが100歩こう上がるっていう状態になってきて、うんうん、人を切り口にしたコミュニティにしたいなと思ってますね、うん、だから松永さんのところもきっとスタイリストの方たちそれぞれにファンがついて、全体的にそれがアビーっていう格好になっていくみたいなものが、同じような格好でビームスっていうね、まあそれが一番多分僕たちがワクワクするんですよね。そうです ね最終的にはやっぱ人でしょう、うん、そうですよね、うん、だからこうしなさいって固くこう鎖つけるよりも自由にさせて、うん、でもこう部分ポイントポイントは見てあげるみたいな感じが一番伸び伸びしますもんね、うんうんうん、そう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 、だから好きなものがあったら、
ね、うん、ビームスでやればいいじゃんっていう格好でどん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 、うん、ものすごい広がってきちゃったんですよ。これやっちゃダメとかっていうことじゃなくて、お前 それ好きでしょっちゅう来てんならやればいいじゃんっていう形。なるほど。あ、今の若いジェネレーションの子たちって、うん、いい子が多いんですけど、うん、結構小粒じゃないですけど、はい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 、本当真面目でいい子が多いんですけど、ピュアな子も多いんですけど、うん、結構なんかブレイクスルーバンと うん、しづらいかったりするんですよね、うん、結構収まっちゃって、うん、そういう子たちが伸びるなんかきっかけとかパワーとかって、うん、なんか下手だったらどう声かけてやりたりとかするか。僕は、うん、あの今あのビームスをスタートして、うん、一番最初にね、まだ有名でもなかったし、お金もなかったし、小さい店だったし、情報もない時代に、うんうん、一番やっぱり助けてくれたのは周りの一緒に遊んでる友人の情報だったんですね、うんうん、でそこからだんだんに常にいろんな人と会って、はい、いろんな立場の人と会って、いろんな業界の人と会って、はい、それで自分の仕事なり自分というのはできてきたと思うのね、うんうんうん、そうすると今ものすごい情報が多い時代だけども、やっぱり分け知りの人だとかその業界の人の話っていうのはすごく大事 で、うん、で僕は美容師 の卵であったり人であったりもすごく羨ましいと思うのは、うん、自ら出ないでも、うん、いろんな人の話が聞けると思うんですね。あ、確かに確かに。つまり若い人も、うん、それから立場のある人も、うん、それからいろんなジャンルの仕事をしている人も、うんうんうん、やっぱり話すことができる職種、うんそうですね、会いに行かなくても、うん、なかなか会えない人でも話すことができる、うん、そうするとその中であの自分の成長だったり自分 の、うん、あの技術だったり、うん、あるいは世の中の情報だったり、うん、っていうことを知れることってのものすごくあると思ってるんで、うん、なんかすげえいい立場、うん、それを利用しない手はないなと思うし、うん、仮に美容の、うん、美容師の世界で上がってくてもそうだし、うん、それから仮にもし別のジャンルに行ったとしても、うん、その時に会えた人の話っていうのはものすごく貴重なものになると思うんで、うん、確かに自分の成長のために、うん、できる限り、うん、そういう人たちと会って話を聞いて、うん、伸びてってほしいというふうに思いますね。はい、うん、あ、ありがとうございます。ちょっとで元気になるんですか？ちょっとで元気になります。マヌカハニーって言って。ありがとうございました。あ、先生またお願いします。ありがとうございます。今後のちょっとスタイル作りのためにヘアデザイン作るためにちょっとお店でカットします。ここがさっき切ったガイドラインの一番最後ですね。回転させるようなイメージで自分の方に持ってくる。